て不思議な普段のお話、指先と机の間に次元、落ちこぼれた君もでき好き、あの子も同じ雲の下で暮らしてながら勇気を叫ぶだろう。だからここにおいでよ、一緒に冒険しよう。何者でもなくても世界を救おうと、いつか時が流れて必ずたどり着くから、君に会えるよ。ドド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 ドラえもん、君も静かなあの子も、彼の歌も誰かを救うだろう。だからここにおいでよ、一緒に冒険しよう。何者でもなくても世界を救おう、いつか時が流れて必ずたどり着くから、ドラえもん。